マッコリめっちゃ合う。どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こんなもの見つけてきました。じゃん、本格韓国屋台の味、ラッポキのご紹介です。はい、こちらね、ラッポキとは即席韓国もちラーメンとなってまして、ラッポキのラはおそらくラーメンのラ、ポキは、トッポキのポキやと思います。作り方はね、すごく簡単で、トッポギとソースの麺が入ってるんで、フライパン一つでね、ちょちょいと和えれば簡単にできるんですけれども、それだけだとね、ちょっと面白くないんで、家にあるね、材料を使ってアレンジしてお昼ご飯にしてみたいと思います。最近ね、奥様が辛いの好きなんで喜んでもらえると思いますんで、早速やってみましょう。はい、完成しました。ちょっとね、やっぱ暑いから時間かかっちゃいました。オープン、じゃんと、こんな感じですね。ちょっとゆで卵潰れてもたけど、まあ、あんま気にしないでください。で、今日はあれ、これ韓国料理なんで、マッコリ買ってきました。はい、なにこれ、にっこりマッコリ、にっこりマッコリ、にっこりマッコリです。ちょっと喉乾いたんで、さっきついな。おお、いい感じに、見えますかね。それではね、熱くなりますけれども、皆さん負けないように乾杯。暑さにね、暑さに負けないように乾杯。乾杯。はい、うまいな。それではね、早速ね、いただきます。チーズがね、いい感じに。うん、あ、うまい。あ、美味しい。え、めっちゃ美味しい。うん、あ、辛いけどチーズ入れてるから全然いける。あ、めっちゃ美味しい。うん、おいしい。小皿用意したけど、このままの方が美味しいわ。めっちゃ美味しいわ。うん、ちょっと辛いけど、ちょいちょい辛さがやってくる。うん、あ、そう、全然美味しい。ほんま、ペロッといってしまうわ、これ。あ、けど辛い、やっぱり辛い。やっぱり、アトリックマジうま。あ、けど、熱い辛いのがいっぱい来る。マッコリ、うまい。マッコリめっちゃ合う。
はい、というわけで本日は本格韓国屋台の味ラッポキを作ってみました。アレンジしたんでね、いろいろね、もうラッポキではないかもしれないんですけれども、けどね、チーズとか入れたおかげで最初ね、すごく辛いんかなと思ったんですけれども、マイルドになってすごく食べやすくなりました。辛いの苦手な人とかは生卵とかとね、あえて食べた方がいいかもしれないですね。ちなみに私は辛いの苦手なんですけれども、ギリギリいけました。ただすごく汗だくになりました。美味しかったです。はい、はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画役に立つと美味しそうだったら、グッドボタン、またね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。グッバー。